それこそギドブルバーとか、あとウーベバーニー。じゃあ俺いるよ。いました。いますよ、ちゃんと。ごめんなさい、全然注目してなかったです。水井咲のオフサイドギリギリ、今回のゲストは西澤芳也さんです。よろしくお願いします。お願いします。ご無沙汰です。ご無沙汰してます。いやー、元気？はい、元気です。やめた。やめました。はい、引退。引退しました。ね、え、何年かやったの現役？16年ですね。ありがとうございます。素晴らしいじゃないですか。はい、じゃあそんな芳也に準備を乾杯で。よし、取ります。そうか、16年か。はい、34?5?4 ですね。今年5なんで4でやります。あ、じゃあもう牧野とかと一緒？そうです。宇賀も一緒ですね。あ、はい、レッツユースからトップに上がったのは、はい、あと小池純樹だよね。はい、純樹だよね。そうそうそう。純英子はこの前、はい、収録させてもらって。え、そうなんですか。うん、今1回目流れてるぐらいかな。ああ、そうなんですね。うん、まあ、英子はもう聞くこといっぱいあるんじゃないですか。去年だって日本人で得点を取ったり。そうそうそう。いや、面白かったよ。あいつが一番今売り出し中じゃん、なんじゃないですか。そう、34にして。はい、いや、もう本当すごいと思います。そうだよね。はい、G1 から数えはなかったみたいだけどね。あ、そうなんですか。岐阜からはあったみたいだけど。あ、言ってましたね。まあでも、そっか、レッツユースというところもあるけど、俺からすれば、ウシアが入った時っていうのは、多分16年前になるんでしょ。はい、2006年ですね。俺も30代ですよ。え、今おいくつなんですか。49になりましたね。え、49なんですか。そうですよ。岡野と一緒。あ、岡さん、うん、あ、その時に入ってんのか。2006年。そうです。優勝した年だ。そうです。はい、同期というか、同期っていうとあれですけど、うん、同じタイミングで入団したのが、ワシントン。はい、ワシントン。はい、相馬とか人。相馬、あと小野伸二さん。はい、あと、まあ、ポンテもそうだったのかな。その前の年か。前の年に半年入って、で、まあ、正式にって、はいはい、新人はじゃあ、ヨシアと英語と堤。あ、そうか、俊介ね。あの堤ね。あと、覚えてるか分かんないですけど、坂本和也と。坂本大津高出身の坂本和也坂本和也ですよ、左利きの。分かった。万能ディフェンダー、どこでもできますみたいな。はいはいはい、はい、本当分かってます。分かる分かる分かる。当たり前じゃんプレー全然分かんないけどと、顔分かる、顔分かる。分かります。うん、あと、名前言っていいんですかね。あのセルヒオ・アリエル・エスクレス。全然いいよ。問題児の問題児じゃない、サッカーに関しては問題児じゃないからねそうですね。セルはだからユースで契約したって感じ。年も一緒？いや、年は一つ下なんですけど、17歳でプロになってってことです。はい、あ、すごいね、そんないたんだ。いましたね。一つ上が、それこそ今群馬の細貝はじめとか、あと赤星貴文、はいはいはい、あと近藤哲司、はい、大山俊介、中村優也、まあユースからも結構上がってる。あとサントス、サンちゃんって言われてた。わかります。わかるよ。ちゃんと OB ラインに入ってるもん、そのサントスから。あ、それ僕 OB ラインまだ招待されてないんですけど。で、紹介するよ、するよ。招待するよってなんか偉そうだけど。そうかそうか、はい、その時代だもんな、はい、なかなかやっぱりそう新人で出るっていうのもそんだけのメンバーいたし。そうでしたね。まあまあ腐ってましたね腐ってたというか変な諦めはありましたね。あのサテライトリーグって当時あったじゃないですか。あ、まだあった、はい、でサテライトリーグのメンバーにも入れなかったので、はいはい、その時もサテライトリーグのメンバーの中で雄一郎さんとか、まあ、達也さんこっちに出てないやつらが調整で出てくるみたいな、はい、ベンチにそれこそ赤星とか、うん、まあ、その時ハジリメも出てないですかね。そうだね、細貝も確か、うん、天皇杯から出始めたんだよなそうですね、うん、そういったメンツがサテライトリーグのベンチだったので、僕とかと坂本和也って大津高のやつとかは駒場の上で見てるんですよ、うん、はいはい、で2人でなんかこう無言のアイコンタクトじゃないですけど、いや、そんなもんですよ。これがもう1年目の本当最初の頃でしたね。いや、もう1年目なんて昔はみんなそうだけどさ、まあなかなか最初から試合に絡むってよっぽどだしさ、ねえ、でもユースから上がってっていうところは当然期待をされてる部分があるけどさ、はい、え、じゃあレッツに入ったのはジュニアユースかな。
いや、ジュニアでしょ。で、ユースか。ユースですね。で、その前は小学、中学校の時は、あの、僕、ジュニアユースのセレクション落とされたんですよ、浦和の。小学校6年生の時に受けたセレクションで、はい、で、落とされて、うん、で、地元の狭山ジュニアユースっていうちっちゃいクラブに行ったんですよ。で、そこで3年間、まあ、それなりの結果というか、県内が結構強かったんですよ。うん、で、3年終わるタイミングで、その浦和ユースに入らないかって、長松さんかな。誰長松さん。あ、浦松さん。浦松博さん。はい、そうです。に声かけていただいて、で、こう入れてもらったっていう感じですね。はい。で、小学校も狭山、地元狭山、入間、入間です。はい。で、入間と狭山は隣、隣です。もうややこしくて、あの辺がもう。いや、わかるよ。ゴルフ場とか。めちゃめちゃありますね。うん。遠いよね。遠いですね。はい、浦和に行くのも遠かったですね。だから高校選びとかも結構気遣いました。そうだよね。はい。J リーグ開幕した時がいくつ？何年生まれ？87なのでちょうど小学校上がるタイミングです。6歳とか7歳とか。じゃあまあサッカー始めてサッカーを真剣にやる頃にはもう J リーグ開幕してわーって感じだったんだ。でしたね。はい。で当時の駒場とかも親父が連れてくれて。あ、そうなんだ。でその当時の浦和のまだこのダイヤモンド型のエンブレムのユニフォームとかも、うんうんうん、実家から出てきて。水野の？あ、そうです、そうです。それとかもありましたし、で当時のその駒場での撮った写真とかも出てきて、へぇー、浦和は好きだったんだなって、まあ、記憶全然ないですけど、まあまあお父さんに連れてもらって、はい、俺いたから、その時1年目、2年目、3年目ぐらいはいたんだけど、あー、どうすきょりねえか、もう僕、当時も広瀬治さんが大好きで、おっさんね、その時の J リーグチップスのカードとか、うん、今でもありますし。それはじゃあ小学校のじゃあもう 高学年っていうかやっぱサッカーをちゃんと見るなら大体高学年じゃない3年生、はい、4年生ぐらいから、はい、その頃とかそうですね、はい、今でこそネットだスマホだ普及してるから、はい、いろいろして見るじゃないですか、うん、当時は夜中の深夜帯にこうなんかニュースでちょっとやるくらいだった記憶なんですよ、うん、プロ野球ニュースとかね。あ、そうです、そうです。スーパーサッカーは週1だったりするけど、はい、でもそうね、試合のあった日の、はい、夜のニュースは大体ニュースでやってたからね、はい、得点シーンとかやってました。それを、まあ、小学生ながらも見たくて、でも夜遅くまで起きてて、すごく親に怒られてたって記憶があります。へえ、はい、じゃあ完全にそれでサッカー、まあ、レッツに入りたいとかっていう気持ちが、はい、そうです、はい、夢はそうでした。じゃあ小学校の時も当然レッツファンとだったわけでしょ。はい、はい、でその頃だとで広瀬さんがやってるぐらいだから、はい、オジック、ケッペル、原さんぐらいの監督でしょ、はい、そのシンジが入った年とか。あ、そうですね。で98年とかだとそれこそギド・ブフバルトとか、うん、あとウーベ・バイン、うん、じゃあ俺いるよそれ。いました。いますよ、ちゃんと。ごめんなさい、全然注目してなかったですで94年に、はい、ウーベとギドが来たの、はい。ああ、そうだったんですね。J リーグ2年目。ああ、はい、はい。1年目の途中で、ルーメニゲが来て、弟。ああ。ミハイル・ルーメニゲが来て、はい。で、94年の夏前ぐらいに、ウベ・バインが来て、はい。で、ギドがワールドカップ終わった後に来たんだよ。はい、アメリカワールドカップで。はい。僕はテレビ見てて、あいつ来んだって。はい。僕、ちっちゃい時、ワールドカップが一切わかんなくて、大きくなって、そのワールドカップの、価値が分かってから、そのギドだったり、あと鹿島で行ったレオナルドとかが来たことが、はいはい、当時すんごいことだったんだなっていうのは。そうだね、まあそりゃそうだ、小さい小学生とかさ、はい、分かんないよ。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。